おむすびチャンネル。イエーイ、これは何？あ、今日のテーマっぽい感じ。あ、今日のテーマっぽい。あ、はい、もう分かっちゃってるの、テーマが。はい、さすがですね。今日はささみママが選ぶ小室哲哉さんソングベスト3パフォーマンス。やばい、ちょっとテンションが上がりまくっちゃって、うん、すごいのよ。テンションの差がね、ちょっとね、TK が大好きなんだよね。多分このチャンネルをね、ご覧いただいている方は、うん、お分かりいただいていると思うんですけれども、うん、何気にね、小室さん曲、うん、たくさんアップさせていただいているので、はい、ね、ちょっと私が TK 好きだっていうのはもうご周知の通りだと思うんです。はい、どうかしら社長。ちょっと遠藤さんに任せようかと思ったので、恐ろしい。ダメだったね、今ね。ね、ちょっと、うん、TK の知識はあまり僕はないんでね。あ、ないんですよ、ね。今日は胸を借りる感じで、ちょっと。今日も。はい、いつも。大体ね、天童さんのツッコミでね、面白くなってるんですけども。助けてもらってるんでね。ちなみに社長も、うん、小室さん世代ですもんね。そう。確かに。ちょっと高弘より少し下だけどね。高弘って誰ですか？お主です。あさあ、ということで、はい、遠藤さんはね、もうだいぶ世代が、うん、僕はもう TM ネットワーク世代です。え、そう、堤恭平世代じゃないの？そんな上じゃないですよ。そっか、誰それ？ちょっともっと渋谷誰それじゃないし。誰それ知らんのかい。なんかアンテナ立ってるから大丈夫。いいからいいから。そうですか。ベスト3でしょ。はい、ということでね、ちょっとベスト3なんですけれども、誰かな学研のおばさんまだかなじゃないわよ。ちょっとオマニアックかもしれないの。何だ、オマニアック、オマニアックかもしれないんですけど、ね、ちょっと熱がこもりすぎたらこれ大丈夫。この回面白い、楽しめる。大丈夫よ、本当楽しんでいただけるわ。マニアックでいくわよ。はい、はい、第3位、ドドン。自分で言っちゃった。水木ありささんの Too Shy Shy Boy です。トゥーシャイシャイボーイ、こんな瞬間に二人のルール回ってゆくなんですよ。うん、社長はご存知？聞いたことはある。あ、聞いたことある、うん、どうしてこの曲が3位なんですか？棒読みすぎますね。まあ一応聞いてあげようかなと思って。はいはい、聞いていただいていいですか、ね、ポイントがね、あるんですよ、うん、まず、曲ですね。この曲すごい、転調がすごいんですよ。まず店長はね、うん、そう、それ全部そうじゃない。小室哲哉さんの曲はなんですけど、特に、うん、顕著というか、顕著、まずイントロがありますよね。顕著の、え、なんでに店長、店長、顕著ってこと。はい、そうなんです。うん、そうなんだ。イントロが、そうなの、イントロがまず始まりますと、うん、イントロが始まる、始まります。そしたら急に半音下に落ちるんですよ。ちょっとやってみて、やってみて。わかります？やってみて、そこのシーン。それね、ちょっとできないけど。できないかい。ちょっと待って、曲聞いて。ジャンダッタンダッタラッタンダッタンダッタンダッタラ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 ッタンそれそれ。ダッタラッタンタラッタ、下がるんですね。そこから下がってるんですね。下がってくるんですよ。これあれでしょ、動画だと流れてんだよね、多分実際。そこ流していいのかわからないんですけど。あ、そっかそっか。そのイントロが下がって、下がって、そっから A メロ行きます、うん、で、サビでまた戻るんですよ。なるほど。半音ね、わかります？全くわからない。全くわからない。え、それがどうなのよ、それが。それがもう、すごくかっこいいんですよ、うん、なるほど。そう、どうですか、遠藤さん。いや、まずこの曲をよく知らないんで、僕ちょっと、うん、知らない。あれで、おむすびジャズで聞いたことしかない。何、おむすびジャズって。おむすびジャズで聞いたことあるけど、うん、元のね、はい、水木さんの聞いたことない。水木さん、なるほどね、うん、じゃあ分かんない方にちょっとプレゼンする感じですね、これはね。なんかタイアップだったんですか？キリンシャッセというね、CM ソングだったんですよ。なんか懐かしい。そう、炭酸飲料の。はい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 、そうなんです。それを初めて聞いたの、ちなみに。これはね、うん、リアルタイムじゃないんですよ、私。せーの、リアルタイムではないんだ。じゃないんですよ。ちょっと3、4年遅れて多分聞いてますね、私。ヒットしてから。ヒット。昭和、昭和。でも、ほんと衝撃的で、あずささんが可愛いのよ、うん、また、うんうん、知ってます？あの頃の。今ほら、なんか結構ほら大女優のイメージじゃん。確かに。喋ってる。
早く終わんないかね。大丈夫大丈夫。わかります。もうちょっと、まあ、じゃあ何、イントロが、イントロが、うん、こう、まあ、まずありますと、うん、テンションが高いのが来た後に、うん、半音イントロで下がって、下がってサビ でサビでまた半音戻るんですよ、上に、はい、のがかっちょいいと。かっちょいいんですよ。でアリサさんがかわいい、かわいいと。歌詞は歌詞、歌詞ね、いいんですよ。またさすが、うん、このシャイシャイですよ。シャイシャイが2個続くんですよ。はいはいはい。なかなかなくないですか。なかなかなくないですか。なかなかうん、うんうん、だからトゥーシャイボーイは分かるんですけど、トゥーシャイシャイボーイですよ。シャイすぎるってこと。シャイすぎるってこと。うわ。じゃあ次いきましょうか。はいはい、もうね、はい、いいですか。言い残したことはないかな。ないです、大丈夫です。はい、今度は名曲かな。なんだろうなんだろう、なんだかな、知ってるかな。次こそいきますよ、はい、第2位、ででん、中森明菜さんのアイブです。分かっちゃった、社長もさすが。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。 Touch me, touch me, touch me through the night. Touch me, touch me, touch me through the night. だよ。だいぶあのキーが低いんですね。キーがね、ちょっとおっさんなんだよね。男性キーで男性キーになっちゃったんだよね。はい、そう、この曲2位なんですよ。アイブですか。もう素晴らしいですよ。聞いたことありますか。ないっすね。なんでちょっと喧嘩をした。なんで切れてるの。ないない。あるでしょ、よく歌ってるじゃん。だってあの結びジャズで聞いたことがある。あれ他人事みたいな。え、これはタイアップなんですか。タイアップ、タイアップ気にするよね。な、気にするね。それ思い出すかも。タイアップなかったと思う。ノータイアップで。これね、あのちなみにシングルの B 面なんです。おー、マニアック。何のシングル。片思いっていう中森明菜さんのシングルの B 面なんですよ。じゃあ有名じゃないってこと。でも有名だよね。そうですね。なんで売れたんだろう。なんかあのプロモーション、うん、テレビでのプロモーションではなぜか A 面じゃなくて明菜さんがこっちを歌いたいって言って、うん、あの愛の曲を歌われてたんですよね、うんうんうん、この曲のポイントは音楽的に。おーい、聞いちゃう。イントロがそうなの。なになに、下がってるけど。ちょっと待ってね、まだあんとこ見てるの。途中で思いがあるんでしょ。そうなんですよ。これね、すごくて転調するんですよ、そう、うん、おっしゃる通り、うんうん、イントロが、イントロがまず、うん、大丈夫、カンペ見てるけど。そう、ちょっと筋が細かいんで。本当に好きなのこの曲。本当に好き。本当に好きあるなら別にカンペ見なくて。あのさっきのトゥシャイシャイボーイは半音下がりましたよね、うん、はいはい、でも、はい、これは一気に、うん、あのカラオケでいうマイナス3なんですよ。なるほど、イントロの途中で、途中で、うん、なるほど、うん、それってすごくないですか。まあでもそもそもイントロの途中で転調することあんまりないもんね。あんまりない、うん、わかんないけどね。そうですね、うん、でそこでその、うんうん、要するにマイナス3っていうことは、うん、本当にもう全然世界観が変わるわけですよね、うんうんうん、キーが変わっちゃうからね。そう、キーが変わっちゃう。でそこで、うんうん、B メロがあるんですけど、うん、そこで B メロがあるイントロに。そう、ごめんなさい、熱くなっちゃった。大丈夫よ。そうそう、うん、あの、まあ、イントロが下がったまま、そう、うん、イントロが下がったまま、下がったままじゃ A メロに入ってくること。さすが。はい、で B メロに来ると、うん、でプラス1になる、うん、B メロで、うん、そう、1って半音ってことだよね。半音上がる、うんうん、1音半下がって半音上がると上がる、うん、で、うん、C メロがあるんですね、サビの前、うん、サビの前にあるんですよ。サビが C じゃないんだ。違うんですよ。あれな、どんなメロディだ。にゃーにゃーにゃー、それが C です。にゃー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 が C。そうですね、これこのメロディが一番かっこいいよね。かっこいいです、うん、かっこいいです、さすが、すごい。あら、やだ。でも、あの、オカマが歌ってるのしか聞いたことない。やっぱり、当店ではね、みゆきさんもたまに、あ、そう、みゆきさんのも聞いたことない、歌われてますけども。で、はい、それが C メロでサビに行くと。で、そうそう、C メロのところで、うん、あの、キーがね、イントロの頭と戻るんですよ。あー、なるほど。すごいんですよ、だから。すごいってね。構造が。構造、蒸らした構造って感じ。サビ慣れはミドリーを。あ、よく出てきた、時代に沿った。ギリギリの。曲名が急に出てきた。世代でなんとか。隅行平世代が。よかったね、今差し込めるところが。じゃあ結局まとめると、はいはい、イントロで急に1音半下がる とそのまま A メロ B メロに行って、はい、C メロのサビ前の C メロというものがあり、はい、そこで半音上がる、はい、でそのままサビに行くと。あ、サビ、うん、サビは
間違えた、A メロ、B メロで半音戻るんですね。B メロで半音戻った。半音戻る、うんうん、で、C メロでまたさらにプラス2になるから、うん、一番最初のイントロに戻るって。そうなんですよ。でそのままサビに行くと。そうなんです。で、そのサビの後のイントロはでまた戻るんです。あ、そっかそっか、なるほどなるほど。それがすごいと。すごいんです。それがかっちょいい。かっちょいいし、あと詩ですね、またこれはおすすめのポイントが、はい、あのアキナさんの世界観に合わせた詩なんですよ。テイトテイトテイトざっくり言うと、あの失楽園みたいな感じの歌詞なんですね。すごいね、もうなんだろう、もうどっぷり闇に、もうハマってハマって抜け出せない、浮気をしてるってことですか。まあざっくり言うとそうですね。浅い浅い急に浅くなっちゃった。で、浮気浮気のサービスか。あ、僕は決してしません。な、な、なんで急に停止感覚みたいななっちゃいましたけど、はい、そうなんです、ね、それと最後にポイントですね、やっぱり、はい、アキナさんのダンスですね。ドワンスドワンスドワンスこのドワンですよ、ここ、これね、これこのお豆腐を持ってるみたいなやつのダンスがあるんですけど、はい、これが素敵なんです。そうです、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 そうシャイ、シャイボーイそうシャイってわー、なんか今ちょっと狙ったよ、なんかねー、あー下げー下げーすいませんでしたじゃあいいかな、そろそろ、はい、もう、はい、ということでご覧になったご自身に拍手どうぞということで、ささみママが超勝手に選んでおります小室哲哉さんソングベスト3、次回がベスト1の発表です。皆様チャンネル登録、いいね評価お願いしまんもー。